感動が融合し、新たなる演舞が誕生。心躍る舞台をお楽しみに。もちろん一緒に楽しく踊りたい新規メンバーも大募集していますので、詳しくはホームページをご覧ください。それでは宝生乱舞の皆さん、よろしくお願いします。はい、今ね紹介いただきました、仙台市を拠点に活動しております、宝生乱舞と申します。先ほどですね、PR 文にもありました通り、よそこいをですね踊りたい人、うち初心者から入る人がほとんどです。ぜひ、興味を持っていただいて、お声掛けいただければと思います。そこでですね、今年、鳳凰来儀という、新曲になります。こちらの曲ですね、中で、歌が あるんですけども、そちらの歌、歌っていただいている、歌手のお二人、今日ですねイベントの方に駆けつけていただけました。ご紹介したいと思います。木村克美さん、衣装カストさん、改めまして皆さんこんばんは。地元チーム宝生乱舞と言います。ご縁がありまして、私たちは北海道、函館の近く江差町から参りました。せっかく仙台に来ましたので、ここで北海道の、歌を少しだけ歌わせていただきたいと思います。北海道よさこいソーラン祭り、ソーラン節が入っているというテーマになってますけれども、私たちの町日進寮ですから、ソーラン節にまつわる江差塩焼けと、霧声を、2人で歌いたいと思いますので、少々お付き合いください。ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。